次に臨時的集中的な財源確保対策についてご説明いたします。まず保有基金の取り崩しとして市長振興基金等により90億円を確保するとともに、保有財産の活用では企業局の電気事業会計から産業力強化環境エネルギー対策の財源として35億円の繰り入れを行うなど52億円を確保しています。また未利用財産等の売却貸付では学校や県職員校舎の再編を踏まえた新規物件の掘り起こしなどにより未利用財産や東京大阪職員校舎等の売却を進め31億円を確保します。また県税収入等の確保ではふるさと納税の確保増収として寄付者の共感を得やすい分野に特化した募集を行うとともに、ネーミングライツを今年1月から導入した維新未来府スタジアムの実績を踏まえ全県的に導入するなど合わせて8億円を確保します。このほか総人件費の縮減により将来の償還財源を確保することを前提に高止まりしている退職手当の財源として退職手当債約92億円を追加で確保します。これらを合わせて改革期間中における財源確保対策の効果額は約273億円を見込んでいます。行財政構造改革の効果額、そしてまた収支見通しをですね、各年度ごとにお示しをしているのがこちらでございます。この度の予算編成を通じまして、歳出構造改革の取り組みの具現化を図ったことにより、表のこの一番下のところ赤いところ下段ですね、で、示したように、臨時的な財源確保策を除いた、歳入と歳出ギャップ、常に言っているこのギャップの部分ですね、これについては、縮小だなしていってですね、平成34年度当初予算時点で、プラスになると。まあ、そうした形でですね、財政構造が改善をされ、構造的な収支不足が解消されると。まあ、そうしたことをですね、ここでお示しをしております。このため、私としては収支均衡した持続可能な財政構造、このことへの転換に一定の道筋をつけることができたと、そのように考えておりますが、まあ、今後ですね、改革を着実に実行して、山口県の将来を支える自立安定した財政基盤を確立をしてまいります。なお平成30年度については予算編成方針公表時点で約290億円としていた来年度の財源不足額が歳出構造改革や財源確保対策等により約30億円まで改善したところです。この最終的な財源不足は財政調整用基金の取り崩しで対応することから来年度末時点の基金残高見込みは78億円ということになっております。依然として基金残高は100億円を下回るものの、基金の取り崩し額自体は今年度当初予算と比べて減少しておりまして、改革期間中に基金残高100億円を回復できるそのような見込みであります。来年度当初予算におけるプライマリーバランスについて、お手元ちょっと飛びまして49ページの資料をご覧いただきたいと思います。一般分の県債については136億円の黒字となり、平成13年度以降18年連続での黒字、一般分の県債残高は16年連続での減少を達成できる見通しとなっています。また県債全体でも160億円の黒字となり、平成24年度以降7年連続の黒字となる見通しです。なお県債全体の残高については平成30年度末の残高見込みは78億円の減少となり、平成26年度以降5年連続の減少となる見通しであります。次に岩国基地にかかる交付金については41ページをご覧いただきたいと思います。平成30年度の交付金は前年度より30億円増額をされ50億円となったところであります。来年度予算では基金繰り入れ約7億円と合わせて57億円55事業を予定しています。
このうち従来から対象となっているハード事業に加えて、来年度から新たに対象となるソフト事業については、産業振興、それから交流促進、定住対策、この3つの区分で約8億円、7事業を計上しています。こうした取り組みを通じて、ハード・ソフト両面から岩国・脇・大島地域の振興や安心・安全対策に取り組んでまいります。以上、当初予算案の概要をご説明をしました。今年は明治開元から150年という節目の年にあたります。この150年の間、山口県の先人たちが逆境を乗り越えて、日本の近代化に多大な貢献をしてきたという、そういう素晴らしい歴史が我々にはあるわけであります。そして今、山口県は新しい150年のスタートラインに立っている、そのように考えております。この節目の年に新しい任期を迎えたことに、私は大きな縁を感じておりますし、また新しい時代に向けまして、人口減少問題の克服をはじめとする、様々な困難を跳ね返して、活力ある誰もが将来に希望を持って暮らせる、そうした県づくりに全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。またそうした取り組みをですね、確実に実現していくために強い決意を持って取り組み、取り組みをさらに進めていきたいと考えております。私としては来年度予算を通じまして、新たな時代を切り開く3つの維新、これらの挑戦を速やかにスタートをさせていき、新しい150年の幕開けにふさわしいスタートをしっかりと切っていきたいと考えております。次に、これ戻るんですか、はい、ちょっと待って次に平成30年度の、組織の概要についてお手元の資料によりまして説明をいたします。平成30年度の組織については、行財政構造改革の確実な具現化に向け、簡素で効率的な体制整備に努める一方、県政の主要課題については重点的な職員配置を行い、組織力の強化を図りたいと考えています。まず1点目は農林水産事務所の設置です。担い手の減少や高齢化、産地間競争の激化など、農林水産業を取り巻く共通課題に的確に対応し、成長産業化に向けた総合的な振興を図るため、農林事務所と水産事務所を統合し、農林水産事務所を設置します。2点目は県民生活課と地域安心安全推進室の統合についてです。県民の安心安全の確保に向け、県民に身近な消費者行政と防犯交通安全行政を効果的効率的に推進するため、県民生活課と地域安心安全推進室を統合します。3点目は指導監査室の廃止です。施設等に係る設置認可、指導監督、関連事務等を一体的効果的に実施するため、指導監査室を廃止し、業務を施設等の許認可事務を所管する関係課に移管をします。4点目は団体指導室の廃止です。部内各課各出先機関と連携した効率的集中的な指導検査体制の確立と、農地中間管理機構を活用した農地の集積集約化を加速するため、団体指導室を廃止し、業務を農林水産政策課と農業振興課に移管をします。5点目は山口県税事務所豊富分室の本所への集約です。自動車税のコンビニ収納の開始や、納税確認の電子化など納税者の利便性向上を踏まえ、本所を体制強化と事務の効率化を図るため、豊富分室を本所、これは山口総合庁舎の方に集約をいたします。以上が平成30年度の組織の概要となります。簡素で効率的な組織体制の整備に努める一方、明治150年関連事業の推進や児童相談所の強化など主要課題については、増員による体制強化もしっかりと図りながら、本県が直面する課題を突破するため、組織力を上げて全力で取り組んでまいります。私からは以上です。